こんにちは、フルートの保坂です。中音域のソから上の音がうまくならない方多いと思います。特に上下弦2本のド、この音が特に難しいと思います。このドをうまく鳴らすコツを最近発見したのでご紹介します。まず高音のレを吹きます。ドよりも高い音にもかかわらず勢いで吹けてしまう音なので、意外にもドよりも簡単です。高音レの運指はまず中音域のレの指をしてから右手を離します。そして右手は小指だけを押さえます。これが高音のレです。速いスピードの息で吹いてみましょう。どうでしょうか、鳴りましたか。意外にもドよりも鳴らしやすいのではないでしょうか。レがうまく吹けたらつなげてドも吹いてみましょう。どうでしょうか、下の音から上がるよりも吹きやすいのではないでしょうか。レは吹けるのにドがうまくいかないという方は途中で息のスピードが落ちてしまっているかもしれません。息のスピードを速いまま吹き切りましょう。レドがうまく吹けたらさらに下がってレドシラソと下がってみましょう。そしたら今度は上がる練習、ソラシドと吹いてみましょう。上がる練習と下がる練習を交互にしながら高音のドに慣れてください。うまくいったかどうかコメントをいただけると参考になります。ぜひ試してみてください。さて、たまみクラスというページからオンラインレッスンが簡単に予約できるようになりました。概要のオンラインレッスン URL からお願いします。皆さんとの音楽の時間を楽しみにしています。